寒いタコつけるか。危ないよ、ゴミがいっぱいあるから。ゴミがあるべ。このゴミどかした方がいいんじゃない。どかす。どこへ。どこ、これなんでここに置くの。ここ別にここじゃなくてもいいじゃん。あ、あの別にさ、今危ないからじゃどかせばいい。どかすとこねえんだよ、もうここら辺置いとけじゃん。ああ、ゴミだらけだよ。そうじゃなくてよ、あのほうれん草出してよ。ほうれん草洗わなくちゃでしょ。あれ、俺が買ってきたあれは何だっけ、ナルトは知らないよ、お前一体しまったんじゃない、袋で入れたんじゃない。自分で袋入れたの忘れるんかい。ナルトの一番あんた自分で買ってきたもの忘れるんかい。これ全部入れる。え、ほうれん草、まあ適当でいいんじゃないですか。イエオさんから、花火いただきました。あ、ありがとうございます。2020年花火、ユウさん、ありがとう。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラブの石油をイルミネーション、ソフトバンク、ソンマドヨシ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、オーレンと洗うの大変なんだけど。洗わなくて知らねんかね。え、洗わなくて知らねんかね。さあ、わかんねえけど、まあ洗った方がいいんじゃないですか、どっちかっつうと。切ってから洗う。弱ったな、水切りしとけよかったな。しょうがねえな、ここで洗うしかねえやな。みんな入れちゃおう。え、みんな、そうだね。いや、後からも入れられる。どれぐらいの量を作るかが分かんないから。だから後からも入れられるけど。あ、シャロットさん、おみくじ中吉二個です。ありがとうございます。綺麗だな、洗わなくても。ええー、さん、ちょっと待ってよ、今便所も綺麗にしてきたんだから。こんなにいっぺんに終わってねえねえよ。私便所も誰もしてくんねえから自分でやってきたんだよ。生協で買ったやつ、こすらなくて落ちるってやつ。こすなくても落ちるって便利だね。2、3分経って落ちるって最高だね。こすらなくても落ちるなんてか、あれだよね、すごいね。まったく、おいしい。ダメなんだよな、くったびれちゃうんだよ、立ってるんだ。ああ、もうダメだな、これ。ああ。あ、匿名の方、中吉おみくじ参加です。5倍、あ、5倍が出てるね。言うな。なに、ちょっとお前が言っててよ、無理だよそんなに。私あれちょっとほら、ふどかしこれで大丈夫なんかな。なんで俺切るのをまっすぐしてくんねん。たくーたくー、鍋にお湯入れてよ、水か、水を。あ、取っ手が取れるよ、もうブラブラだから。お、怖いよ。
怖いよ、取っ手が取れるから。どれぐらい水入れたらいいんですかね。ああ。どれぐらい？結構入れていいんだよ。これぐらい？もっとだよ。もっとですか？そうだよ。うんと作っときゃうんと楽だよ。ねえ。ナルトとかそういうの先のがいいんかさ、ほうれん草ゆだっちゃうもんな。ああ、ダメだ。こんぐらいですか？こんぐらいやればいいんじゃない？ああ、どこ？もっと入れる。うんと、これだいぶ多いよ、これも。うんと作っといた方がいいんじゃないの？とりあえずこんぐらいでいいんじゃない？それだって具とかもいろいろ入れるんだから。うん、ナルト取ってよ。人参は入れるん？人参入れるとダメだな、家庭感な。あ、猫です。え、人参？人参じゃねえ、ナルト。人参って確かに色にいいけど、でも煮すぎちゃうから。ほんとこういうんが。あ、2024ハッピーニューイヤーです。これは何？おめえ何やってるの？おめえいいけどさ、うん、もういいよ、お前はダメだから。もういいや、もういいよ、焦らなんねえから。いるだけだからダメ。何が？この子はダメ。もういい、もう口も聞きたくねえ、はっきり言って。まだ口も聞きたくねえよ、正月から。私がこういうことやる自体がもう大変なんだから、はっきり言って。ガツンとアップルパイ初めて食べよう。初めて食べよう。これどうすんだろう。ほうれん草の根っこも入れた方がいいんかい。だってるんじゃない。根はあれがないかい。もういいや、疲れるよ。病気の私にさして自分はめあれだもの。こんな楽な人いねえで。じゃあ俺やろっか。まあいいよ、まあ、何やればいいの？いいよ、いいよ、いいよ、切れねえからいいよ。ん？おいしい。あ、おことだ。あ、おいしい。思ったよりすごい柔らかい。めっちゃおいしいやん。私がどんだけおことだかあんたにはわからねえ。人にはわからねえ、このおことが。私こんな大事でなきゃ文句言わねえから。アイス食べる？いらない。アイスなんで食えるん？切ってるのに。どうしてそういうこと言うの？そういう言葉自体がイライラしてくる。本当にこんだけ大事な人間がやってるのにアイス食べるって言われると本当腹立つ。私がどんだけ大事だと思ってんの。ゆらゆらゆるいで歩けないんだから自分で。あまりバカげなこと言わないでよ、腹立つから。これ食えるか聞いてよ、ほうれん草の茎。ほうれん草の茎って食べれるんですか？別に食えるんじゃないの。泥ついてね、大丈夫か。いや、さすがにそこのとこは取るでしょ。そこの先端のとこさすがに取るでしょ。だから茎だよ、これ茎に栄養があるっつうんだけど。さすがにそこのこれそこの先端は取るんじゃない。これ取るんかい。うん、それを聞いてるんだよ。ああ、グレグレしてよ。これがぴったな。このグレグレが治りゃいいんだけどよ。治らねえんだいな、なかなか。医者行かなきゃ無理かもな、もう。傾いちゃってるんだもん、体が。もうダメないな、こんなりゃ人間も。なんて本当に用意してこなくても捨てるわけないじゃん、この人。完食。じゃあこれは食えないね。ほんま、料理ってじゃあそんな、こんな質問してこないでよ。ここ食えるのとか。私は食うときあるよ、このクッキー茹でて。俺ここに栄養がある。最初もう一個食べよう。何やって2つ目。
ナルト返してよ。ナルト、うん、ちょっと待って。人参入れりゃ綺麗だけど、人参はさ、いくらか煮てからじゃないと硬くなるから。どうする、入れろ。どっちでもいいんじゃない。まあ、入れた方が美味しいと思うけど、人参。何なんか。はい。人参はまあ、入れた方が美味しいだろうね。だって、薄く輪切りに、飾りに入れるだけだね。うん、何のアイス？ガツンとアップルパイってやつ。ガツンとみかんのアップルパイバージョン。人参入れんの？え？人参。入れた方が美味しいんじゃない？はあ、人参あるんだっけ？あるよ。どうなんの？どこに？野菜室だよ。ああ、落っこちた。まあ、早く使っちゃう意味でも入れたら。一つだ、一本でいいんだよ。一本でいいっていうのに。ダメだな。サムネの値段かわいいって。ほら、ダメだ。サムネの値段かわいいって。どこにいるの、これ。これ私。どら。あの、ケーキを持たされた時ぐらい笑顔だよ、これ。こうに出るんだ。いや、だってあれなんですよ。俺がね、サムネ撮るときに女性さんを笑わせたんですよ。あ、これ、こうに。サムネを撮るときに俺が女性さんを笑わせてたから、ね。あ、いいよ。そういうのが出るんだ、俺は知らねえからよ。だからいつもあのサムネ撮ってるでしょ、ここにこうやって出んの。笑ったことねえかんな。いつも怒ってるいるから。あのケーキ持ってた時すごい笑ってたよ。あのケーキ持ってた時。あ、でも風船どんどん手多めです。アイス2個食べちゃった。これはさ、うん、あれか、いや、ほらナイス言っとかないと今一旦増えてきて500円。ああ、皆さんナイスよろしくお願いいたします。ありがとう。明けましておめでとうございます。ナイスよろしくお願いいたします。お、増えた増えた増えた、うん、あ、風船どうも。ナイス 10ぐらい増えました。よろしかったらナイスよろしくお願いいたします。増えた増えた。さあ皮むくん。知らない、いつもむかねえんだけどさ。大丈夫だと思うんだけど、人参は飾りに入れるだけだから。お腹空いたな。いや、そんなこと言わないでよ、作ってんのに。たくむかつくガキだ。たく正月からクズ野郎で、まったくクズだよ。正月でクズの山だよ、本当に。たく何がタクだよ、この人。吉江さんが言ったんじゃないですか。吉江さんが言ったんじゃないですか。それをあれ、オウムみたいにしただけですよ。オウム返ししただけです。手がかじかんじゃってよ。今、あそこ行ってきたからよ。トイレ掃除っていうか、こすらなくても落ちるっていうのが、生協で売ってたから。私、できないから。誰もやってくれるものいないのよ。みんな遊んでる。つらいよ、本当に。こんだけ綺麗好きだった人間がね、何もできないっていうのはつらいよ。まあ、しょうがねえからよ。アイス食べながらやる？いいよ、そんなもの。アイスなんか食ったら腹が冷えて、おめえね、うんこ出たくなんべよ、おめえ。うんこ出たくなったら、うんこすればいいじゃないですか。そんな暇あるかい、これ作ってて。いや、別にうんこする暇ぐらいあるでしょ。ないよ。うんこする暇ぐらいあるでしょ、別に。ないよ。
ザリだからいいわ。これ飾りだから、ナルトと一緒だから。別にさ、いや別に飾りってわけでもないじゃない。飾りだよあれ、これなんかあのイチョウのように切ることできないもんね。これイチョウ切りだね。え、これイチョウ切りっつうんだね。イチョウじゃないや、なんだっけ、花びらのようになんか切ったりするじゃん。あ、あれは型抜きがあるや。あ、そっか、あれ型抜きでやってんのか。型抜き、あれあるよ。まあ別にいいけど、一応型抜きお前がいっぱい買ってきてしまってあるよ、どっかに。どこにしまったかってあなたは何でも買う人だからさ、型抜きいっぱいあるよ、いろんな。なんか人参の色ちょっと黒くない？ちょっと悪くなってない？そんな黒くなんでよ、こんな人参なんか悪くなるわけねえなんだよ、おめえ。いや、なるとは思うけど。人参が悪くなる。まあこれからは大丈夫か、でも。人参が悪くなるなんて聞いたことはねえわ。よっぽど悪くなるでしょ、普通に。よっぽど頭悪いわ。話なんだ。はい、明けましておめでとうございます。もう一個愛されたかな。もうのんきでいいね。羨ましいよ、本当に。のんきな野郎で羨ましいよ。毎日が正月でいいね。私の方が動いてるかんね。いいよ、いらないよ、私。アップルパイのアイス、アップルパイ。いい、いい、いい。いやいやいや、アイスなんか食いたくね。悪いけど。アイスなんか食ったら大変だよ。もう、しつこくしないでよ。やってるんだから。あんまり。しつこくしなくていいんだよ、もう。どのくらい入った？これ。どのくらい言われても。どのくらい言われてもって言われても困らないな、こっちも。どのくらい減ったんだ。ああ、こんなもんか。やっぱこれ水多かったね。一本入れちゃえばいいか。もったいねえから。なんね。途中だと。水多くないよ。一本入れた方がいいんじゃない。はあ。お雑煮なんて正月だね。ほんでさ、人参は飾りだからさ、課題だから。あー大変だな。ぐらついてるからな。ぐらついてなきゃ笑顔がいつもできるんだけど体がきついから笑顔もできねえんだいね、いつも思うように動かねえからね。悪いとこなきゃ笑顔できるよね、誰だって。俺そう思うけどね。あ、そうだ、アイス3個も食べちゃった俺。な、見て、美味しそうでしょ。飲むヨーグルト買ってきたんだ、美味しそうな。またなんか安田ヨーグルト、これ初めて見たけど、美味しそう。人の金だよ、みんな。ずうずうしいな、あんた。ずうずうしいな。初めて買ってきました、安田ヨーグルト。ちょっとほら、やってるのによ飲んでみましょうか。ずうずうしいな、本当に。人にやらしといて、てめえは食ったり。いつもこの調子だよ。じゃあ困る。うわ、すごい、めっちゃねっとりしてる。これ私がなんかね、腹が冷える。見て、これめっちゃねっとり。いいから、わかるかな、これ。ねっとり、すごいねっとりしてる。飲むヨーグルト、私いいかんね。飲みたい時飲むから。
今飲んだら困るから便所行きたくなる。うん、なんやこれ。でっかい音しねえでくれよ、頭痛いから。正月なんだこれ、音がでかいんだよ。ヨーグルトじゃん。いや、あのね、飲むヨーグルトってあるじゃん、普通の一般的な飲むヨーグルトよりもヨーグルトだ。なんかほとんどね、ほんと本物のヨーグルトをちょっと柔らかくしたぐらいの。私やってるのにめっちゃ邪魔しないでよ。なんだこれ、音がでかいんだよ。めちゃくちゃドロッとしてる。ちょっと今少しさ、静かに言ってくれよ。あのさ、普通のヨーグルトね、飲むヨーグルトじゃない、普通のヨーグルトをスプーンでめっちゃかき混ぜて、そうするとドロドロじゃん。それぐらいドロドロ。あ、すごい。もうこれ火入れといていいよ、人参が。いや、でなんかね、甘みがね、ほのかに後から来る。クソジジイ。あ、美味しいこれ。なんかデザートって感じだ。なんか喉乾いてる時飲めないね、ドロドロしすぎてるから。なんやこれ、飲むヨーグルト界の天下一品やこれ。飲むヨーグルト界の天一やこれ。超ドロドロ。もう火入れといていいって言って。いいよいいよ、自分でやるから。いい、うん、もういい。火入れますね。だって人参は柔らかくなるのよ。ちょっと強いよ。あ、そのぐらいだよ。いや、飲んでみよう。これいらない、いらない、いらない、いらないって言うんだよ。いいんだ、いいんだよ。飲んでみ。いやいや、料理やってるときそういうの飲むと便所行きたい。おいしい。私飲みたいとき飲むからいいよ。もういちいち言わないでよ。もうやっと動いてるのに。なんかこれの中に腹立つんだよ、自分は。ヨーグルトソースみたいになるじゃん。なんか楽ばっかりしてた。あれだら美味しそう。なんかなんだろう、ひどいよ。ヨーグルトにかけるようなやつあるじゃん、なんかマンゴーソースみたいなやつとか。ひどい。あれをこの上にかけて飲んだら美味しそう。人バカにしてるよ。なんかヨーグルトに付け加えるなんかさ、ブルーベリーソースとかさ、なんかマンゴーソースみたいなやつあるじゃん。なんかなんて言うんだろう、ソフトクリームとかにもつけそうな、なんて言うんだろうあれ。ああいうのつけたら美味しそう。上にちょっとかけて飲んだら美味しそう。まあ蜂蜜とかでもうまいかも。あ、タカさんです。獅子舞みたいな。うまい。うん、うん、美味しいですね。どうしような、これさ、どうするんだろう。フルーツとか入れても美味しいかも。なんかもう普通にソースじゃなくて、まあ、ソースもだけど、なんか普通になんか個体のやつ、普通にマンゴーとか中に入れて、普通の果肉よ。あ、ほうれん草結構。それでも全然美味しそう。泥があるね、泥がいっぱい。結構硬いんで。泥がいっぱいだよ。みんな詰まってんだ、ここ。ブクブクブクって。なあ、みんな詰まっちゃうんだよ。いちごとかもね、美味しいです。あんたたち掃除しないから。全然。私が全部やってたんだけど、もういちごになんか練乳みたいにつけてくる。まあそれにしたとあれか、普通にいちごを中入れてちょっとスープみたいな感じで、スープじゃないけど、みたいな、つからせて食うみたいな。美味しそう。シンゴ、暖房止めてきてよ、向こう。おいっす。浜の方暖房減ってね。おいっす。こう日が当たってるから、うん、今日はこう節約した方がいいと思うよ。うん。早く行ってきてよ。おいっす。私が電波払うんじゃ困るからよ。おいっす。おいで人の金ばっかり使って生きてよ。寒いっすよ。もうちょっと温めたからね、そういう。温まってないじゃん、そんなの簡単に。まだ暑い。だって暑くなくないですか。これ寒かねえもん、温めきてるから。あ、そう。いつも温めてる。ここにいないと寒いっすね。なんか私寒くねえで。
あ、ゆうさん、閲覧650ぐらいあるよ。はい、これ、しまってよ。閲覧650ぐらい。あ、そう。だから、そういう時は皆さん、ナイス、よろしくお願いいたします。ね、ありがとうございます。ちょくちょくナイスって言わないと、みんな押してくれない人もいるから言わないと。ありがとうございますね。めんつゆだよ、じじい。じじい、そこで見てねえで、めんつゆ。めんつゆ。まだいいけどね。なんもわかんねえの、バカで。もうさーっとしてて。モサハチって言うんだよ、こういうの。モサハチ。はい。はい、モサハチ。はい、モサハチ。これ足りるかな、めんつゆ。足りるよな。何倍だよ、これ。あとでやれいいんだよ。さあ、これであとはなんだ、ナルトか。あと、ほうれん草は一番あと入れるんだよ。柔らかくなっちゃうから。ナルトはどうすんの、全部入れちゃおう。え、ナルト。全部入れる、まあ、どうなんだろう、わかんない。まあ、こんなの取っといてもしょうがねえけどさ。全部入れちゃいます多くないっすか。うん、まあ、いいんじゃない、入れちゃえば。入れちゃうか。ナルト梅でもいいんじゃないですか。入れちゃうか。うん、もったいねえからよ、ワークしちゃ。あのカメラ意識してください。あのここに置いたら見えないから、これ。これ飾りだからさ。これはど輪切りがいいんだけど、どうする？斜めでもいいんだけど、どっちでも。普通は斜めとかもね。嘘。いや、まあどっちもいいけどね。これ飾りだからね、食うもんじゃねえから。いやいや、食うもんでしょ、食うもんでしょ、普通になるとは。飾りって、まあなんか言いたいことはわかるけど、普通に食うもんでしょ。そうかさ、もう入れちゃうべ、これは。いい、あ、手切るぞ。ああ、恐ろしい。手切ったら困るな。半分にしちゃうか。あ、手切る、切るよりいいからよ。しんご、これさ、めんつゆこれじゃ邪魔なんだけどな。あなたが出してって言ってない。だって入れるんがこっちの方へ置くんだらいいけど。いや、そうすると見えなくなるから、それ画面が、配信上。じゃあ持っててよ、そうに。あんた暇人だ。じゃあまだ入れとけばいいんじゃない。いいんじゃない、暇人だ。あんた暇人だからいいんじゃない。いつも暇人だから。羨ましいよ。こっちは便所を誰もやってくんねえから。かけてね、2、3分置いて流せばってやつ。いくらか綺麗になった。いっぺんにはね、落とせないから、また後でやろうと思って。ね、恐ろしいよ。何もしてくんないからね、私がやってたことが。全部ストップだよ、このうちは。じじいは飲み行ってるよ、もう。はいはいはい。じじいだよ。ヘドじじいだよ。ヘドじじいもいるや、クソじじいもいるわ。何、まだまだそっち行かねえで。あと三つ葉なんだよ。もう火入れちゃってるんや。火入れてるよ、だって人参が煮えなきゃ困るもん。カビではないでしょ、これ。カビではないでしょ。ナルトはまだ入れないって。あ、入れちゃったけど。いや、頭おかしくなっちゃったよ。
確かにナルトってあんな煮込んでもなと思う。あー困ったな。あと何入れるんだ、これ焦っちゃったよね。ゴミも転がり落っこってくるですよ。佐野のドブニと似てるって。だから俺うなちゃんまんの配信って全然見たことないけどさ、あれでしょ、知ってるよ、なんかあれでしょ、なんかうなちゃんまんがなんだっけ、大衆酒場うなだっけみたいな、なんか居酒屋やりだしてさ、なんか料理がなんかすげえなんか雑なやつなんですよ。それは知ってる。配信全然見たことないけどね。あのニコ生時代になんかハトロダっていうサイトがあってね、そのニコ生の配信者のなんかキャプチャーとかなんか悪口みたいなのをなんかいろいろこう書かれるサイト、まあ今でいうなんか雑談たぬきみたいな、雑談たぬきのなんか画像がもっとなんかアップされるよバージョンみたいなところがあって、そこでなんかうなちゃんまの配信なんか全く見たことないけど、いつもなんかそのうなちゃんまのなんかハトロダ見てたからさ、そうなんか大衆酒場うなのなんかこう一個一個のなんか一品一品をなんかこう上げられて、なんだこれ食い物かよみたいな感じで上げられてたの見たことある。うん。まあもうなくなっちゃいましたけどね。懐かしいね。今ふわっちとか見てる人、ハトロダとか知らない人もいいんじゃない。うん。もう今雑談たぬきとかでしょ。もう昔はにちゃんとハトロダだったからね。本当は三つ葉はね、後入れるのがいいんだよ、香りがね。煮えに切んない方がね。だけど、なんかすごい浮いてきたんだけど。何が浮いてきた？なんかあれが、ナルトが。人参が煮えればいいんだよ。うん、いやまあ飾りっていうか、まあでも美味しい、普通に俺ナルト好きだけどね。ラーメンのさ、醤油ラーメンとかにナルトとかさ1個だけ入ってる、その1個のナルトってすごい美味しくないですか。もっと何個も欲しいなと思わない、あれ。まあ多分いっぱい入ってたら入ってたでくどくなるんかもしれないけど、1個だけ入ってるもんってなんかすごいなんか貴重に思うよね、なんかね。醤油、ああなんかナルト1個しかないみたいな、ああなどうしようみたいな、ああなんか好きなもの後で食うタイプの人って、あれ絶対残しとくじゃんね。俺もそうなんだけど、メンチュ出してよ。でも多分10個ぐらい入ってたら入ってたってうざいんだろうなっていう。でも1個だけだとなんかすっごい美味しく、なんか後で取っとこうみたいな貴重感が生まれるよね。うん、あれ出しくんね。何を？メンチュ、おごとだ。めんつゆ、うん、味見なくちゃだから、あ、だからもう結構煮立ってるよ。あ、そう、だから人参が煮えりゃいいんだよ。ちょっと待って、カメラ停電するか。ちょっと待ってよ、ちょっとめったらいけないでよ。あ、煮立ってるよ。おめえ煮立ってるよ。あまり入れすぎてもよ。ちょっとつゆを吸ってみるわ。つゆ吸わなきゃわかんねえべよ。味が。人参が煮えてるかね。ちょっと待ってよ。うまいな。うまいっすか。ちょっと薄いな、まだ。人参が煮えてりゃいいんだよ。味が味わかんねえかね。今少しかな。
郵便で届いてくる。はい。うん、その辺、あの、じゃあね、あそこ置いてくれ、あの、冷蔵庫じゃね、洗濯機の上、ニュービズ、同じ値だった？いや、ほうれん草入れないの？入れるよ。あとだよ、逃げちゃうから。ホンダシとか入れない方がいいのかね。ちょっと吸ってみて、信号。どうなんだろう、ホンダシとか入れた方がいいのかな。わかんない、吸ってみて。吸ってみて、わかんない。で、こんなんただのめんつゆでしょ。そうだよ。だしもあんま大して出てないだろうし、ただのめんつゆをあのお湯に入れただけやん、これ。どうだよ。まずいわけはないと思うけど。どう？味の濃さ。まあいいんじゃないですか。このぐらいでいい？うん。いい？まあそれはうまいよね、だってめんつゆだもん。入れていい？もう。じゃあほうれん草入れるね。ちょっとどういう。こっち、あれ、雑煮ができるけど。あ、いらないね。うるせえな、じじいは。ほうれん草ってさ、茹でると少なくなっちゃうんだよね。割となんか下茹でっていうのをしないとダメらしいよ、みんなのコメントに。ああ、アクがあるってことなんだよ。そんなことはどうでもいいんだよ。知ってるんだから。知ってるけどやってんだよ。アクが出るんだよ、ほうれん草っていうのは。じゃあなんでやんないの。やんないよ、こんな厄介なこと。私がそんな厄介なことやると思ってんの。まあやんないだろうね、うん、間違ってもやらねえ、あんた。これ後から足してもいいんだよ。どうする、全部入れちゃおう。味は大丈夫？違うよ。大丈夫なんじゃない。梅雨だよ、あんた吸ったんだよ。もっと入れた方がいい。まあ、適当でいいじゃないですか。もっと入れた方が良かったかな。まあ適当ですよ。よし、これで。あとはなんだっけ、三つ葉か。三つ葉な。うちは餅。餅はこっちで焼くんだよね。焼いてちょっと油があるぐらいの、あのなんていうの、鶏肉入れるとこもあるから、鶏肉入れねえから油があった方がいいだね。はい、油があった方が。鶏肉入れないから。あ、鶏肉とか入ってるんだっけ、ご雑煮って。だから入れる、入ってるやつは入ってるか。入れるとこは入れるんだよ、入れねえとこは入れねえ。はい、じゃあこれで。ああ、鶏肉買ってくればよかったね。じゃあね、鶏肉は好き好きだから、俺切り絵だからいいんだよ。だから言わなかったんだよ。わかる。これはね、三つ葉ってそこに入れるもんなの。生はね、茹でてもどっちに。いや、三つ葉ってそこ入れるもんなの。普通なんか食う時にちょっと添えるんじゃないの、上から。それだっていいんだよ、どっちだっていいんだよ、そんなこと。いやだからその、じゃあ取っとくよ、うるせえな。シャリシャリじゃなくなって美味しくないじゃん、その煮たったら。だからこれ取っとくよ、うるせえな、本当に。それ絶対後で飾りっていうかさ、香りつけっていうか。そりゃ柚子だんべよ。違う、蜜葉もそうでしょ。蜜葉もそれ煮たっちゃったらなんかぐじゅぐじゅになって美味しくないって。だから取ってあるから大丈夫だよ、うるせえな。取ってあるじゃん、もう入れてんじゃん、だって。まったくうるせえやつだな。なんだかんだ言いやがってよ、この野郎。なんだかんだと聞かれても、ほら、しまっとけよ、ほら。答えてあげるが世の情け、世界の平和を守るため。なんだっけ。これはや、ここにやっとくと三つ葉が出てくるの。で、作るか。はい、これ三つ葉出てくるの、ここにやって。みんなに見せれば。これ、ここにやって皿入れとくと三つ葉出ますよね。ね、そうだよね。そうなの。で、出てくるよ。そう
なの？そうだよ、俺それ貸して、布巾。さあこれで、じゃあもう今度はもういいんだよ、煮立ったから。よし、これ OK。 よし、はい、今度は持ち焼くかな。なんで三つ葉入れちゃうかな。だからこっちにあるよ、生が。うるせえな、なんかいな。はい、ナイスありがとうございます。よせな、ナイス言っとかないと827閲覧あるよ。そう、うん、言わないとったってよね。皆さん、よろしかったらナイスよろしくお願いいたしますね。料理のできない私がやっております。ありがとうございますね、正月。ありがとう。おい、これ拾えよね、後でいいか。汚くて嫌だな。汚くてよ、あんた。今度は持ち焼くんだよ、ほら。ほら。ナイスして、ありがとうございます。これどこへ置く、俺。今度は持ち焼かなくちゃなんだよな。弱ったいな。どこで焼くんだよ、これを。信号移動できる？移動できますよ。これ。これ危ねえで、これ。こっち取っ手がもげるから。おいっす。こっち、いい？こっち移動してくれ、ここへ。おいし。臭いんだよ、臭い。じゃあどこに置くの、じゃあ。じゃあいいよ。よいしょ。蓋取ってよ。よいしょ。じゃあこう蓋、蓋どうしよう、あっちを置いとく。あ、いいよ、どこでも。あ、いてるとこ置いてくんない、もう何でもいいからよ。ありがとう。今度は持ち焼きますね。鶏肉ないから油でちょっと焼きます。こう洗っても落ちないんだよ。うん、ね、早く餅取れよ、もうさっとしてねえでよ。バカやろ、ダメ。餅を取ってちょうだいね。なんか餅を大盤振る舞いみたいに、なんか巻くやつ。いくつ焼くの？よいしょ。いくつ焼くのっての。ああ、わかんない。二つぐらいって入れる？五個ぐらい焼いちゃう？5個じゃん。あんたいくつくん？わかんない、3個ぐらい。じゃあ5個なんだよ。おじはいらねえつく。じゃあ5個ぐらいいけますか。あとはどんぶりか。どんぶりで食うか。なんで食うんだ、おわんか。なんで食うの？え、どんぶりで食うの、おわんで食うの？それいじるなよ。あ、そうか。邪魔じゃないですか、この取っ手のところ。どんぶりで食べるの？まあそうじゃない。じゃあどんぶり出せな、あなたの、うん、私はいいから、ここのちっちゃいんで食うから。これね、本当は餅はね、焼くんだけどさ、レンジで焼くんがあるんだよね、あの生協で買ったんでね。だけどさ、それ使うの大変だからね、この足で。だから省きます。餅焼くのあるんで、売ってん、あのレンジで。だけどさ、油で焼いて餅、はい、よさ、餅、餅、よさ、餅は贅沢品だよ、シェイさん。そうかい。裸足の弦とかの世界だと多分贅沢品だよ、こんなの。おい、換気扇、換気扇だよ、おめえ。餅、わぁわぁ、5個も入れちゃうなんて贅沢やわ。ほんま、正月から贅沢やわ。皆さん、ナイス、よろしくね。あ、特命の方、シシ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 シ。はい、どんぶり出せよ、あとで。餅が焼けりゃもうすぐあれだからよ。うん、どんぶり、あなたが食うどんぶりだよ。これね、くっついしまった、俺これの部屋で洗ってないわ。どうしようもねえな、どうしようもねえな。私のはいいかんね。
どんぶり洗います、どんぶり洗います。自分で洗わないからそうなんだよ。下げてこない。何でもあんたは下げてこない。ダメなんだよ。下げてこなくちゃダメだよね。ね。ありがとうございます。ありがとうございますね。何使うんだっけ、袋すんにこれ。いつも持ち屋なんでや、袋すんだ。わかんなくなっちゃったよ。ありがとうございますね。これね、こうフライパンがね、ダメなんよ。もうくっついちゃう。テフロン加工っていうのがね、ダメだから。結構ね、焼いていかないとくっついちゃってる。みんな。困ったね、これじゃね。困るね、こういうんじゃ。よろしかったら、ナイス、よろしく。あ、くっちゃー、くっちゃーねーって。あ、優勝ちゃん、いつもありがとう。ありがとう。ありがとうございます。あのね、これね、フライパンがね、テフロン加工がダメになっちゃってるのよ、もう。ね、だからちゃん、よく焼かないとね、ふっくるがいない。そう、ありがとう。ふわっちくん、しんごさん、優しいね。あすみさん、ゆせさん、こんにちは。ありがとうございます。すみさん、ありがとうね。ね、どうしようもないね。ああ、ありがとうございます。ゆうしゅうちゃん、今年もよろしくお願いします。ありがとう。ハッピーニューイヤーって、ありがとうございます。お前がお前がお前がアラブの世界をビジネスビルゲイツソフトバンクソンマセンス、ありがとうございます。花火花火ありがとうございます。優勝ちゃんありがとうございます。ありがとうございますね。もうふっくるがいるかな。あ、ふっくるがいるよ。ほらね、あのね、テフロン加工でしょね。よく焼きとかないとくっついちゃってね、ダメなのよ。ほんでね、鶏肉をね、普通は入れるんだって言うけど、鶏肉をね、私嫌いなんだから、だからね、あー、くっついちゃってる。ダメなの、これ。よく焼かないとダメなんだ、これ。ちょっと焦げが信号くっついてるけど、いいよね。焦げてるけど、いいよね。ねえ。ええな。私はいいよ、こんなでかいの。私2つだからこんなでかいのいらねえって。あー、くっついちゃってるな。弱ったな。テフロン、あんたのね、フライパンテフロン加工がダメになってる。もうくっついちゃうんだよ、ある程度焼かないと。難しいんだよ、これだけはね。よく焼けばふっくるがえる。鶏肉がね、入んない代わり油でやってます。腐ってるやつがあるんですよ。腐ったのがこびりついてるんですよ、このなんていうの。うどんのおそらく強いかと思って。慎吾、こういうことやるとか、そこが。じゃあちょっとお湯につけといた方がいいかな。そうだよ。お湯つけといた方がいいよ。そうだよ、詰まっちゃうよ、そこが。お湯つけときます。ダメだよ、詰まったら掃除大変だね、あんた。いいんだよ、つけときゃ。ほんで洗ってカスはそのゴミ箱入れるから。そうじゃないとね、ダメだよ。頭使わないと。こういうね、テフロン加工はね、あれだから、剥がれるとみんなくっついちゃうから。ある程度焼かないと、ほら、ね。ね。もう、あの、焦げたぐ、ほら、ね、くっつかないでしょ。焼き方なんだよね。うんと焼かないうちにふっくるがしたらね、もうダメですよ。ああ、ダメだな。腐ってこびりついてるやつをお湯につけとく。そうだよ。あのもうあんたダメなんだよ、うどん食ってさ、それうどんのつゆがなんかずっとそのままで
だから性格がダメ。そこがなんかね、腐ってて取れないんですよ。あなた性格がダメなんだよ。あ、皆さん延長しないと。何よ、そんなこと言ったってよ。押せねえんだよな。手も効かなくなっちゃったよ。手は効かねえな。どうしたんだ。あ、効いた。あ、匿名の方だそう、獅子みたいな。これ、ありがとうございます。わかんねえな。私に言われて。おみくじのやつか、これ。違うかな。柔らかくなったかな。これね、あの、うんとこうやんないとこういうのがくっついちゃうんだよ、みんな。これ洗っても落ちないから、しょうがねえんだよ。テフロン加工が効いてねえんだから、あんたが。そうだよ、大変だよ、あんた。まだ柔らかくなってねえから。大変だったから、焼くったって。ちょっと油足さねえと思うか。あんまり入れすぎても困るしな。あ、ちょっと、ああ、ダメだこれ。ああ、難しいな。足が悪いからな。足が悪くなきゃどうすることはねえんだけどな。しょうがねえな、こういう人生なんだから。丈夫な人はいいな。自分も丈夫だったけどな、前はどうしようねえや。ああ、さあこれだ、焼けたかな。ああ焼けてるね、これね。ほら、匿名の方、柔らかくなった。え、柔らかくなりました。うん、柔らかくなった。大丈夫。こっちはね、うん、温めるんかい。こっちは、え、こっちは温めんの。何の。お雑煮の方だよ。温めるじゃないですか。ほら、シンゴ食えよ、ほら。わ、こんなでかい丼いらねえで、洗うんがよいじゃねえから。はい、慎吾。あ、おめえ、洗って拭かねえべ。水があるで、あんた。よくおっぷってよ、あんた。いいかね。大吉来た、匿名の方。慎吾、ほら、水がすごいよ、ほら。10倍。ここ、ほら。水おっぷれよ、おめえ。拭きゃいねえんだからよ。これじゃあどうしようもねえよ。水がいっぱいだよ。大吉来ました、10倍。気違いだよね。こっちも水だよ。あんた拭かねえんだ。ダメな子だね、あんたはね。すごいね。あんたダメな子だね。拭いてないんだ。すごいね。拭かないんだ、あんたは。水があるの。どうしようねえな。ああ、なんだ。ああすごいね。拭かないんだよ、器を。すごいね。すごい子だね。二つ食えばいいじゃねえの。三つ食うの。まあ、あれこさんどうなったの。 ありがとうございます、うん、ありがとう、うん、はい、慎吾、これできたよ。早く、これ、こっちは あんたがやったんじゃない。もうちょっと一個ある。これ、私のなんだよ。私、蓋つくんだから。こっち入れちゃうよ。これ、つゆ大丈夫な。また焼き出して。だって、あ、こっちよ、慎吾。お前できねえか、よそること。これえ、よそること。こんな回、あんたの
できる？できます。こぼさないでね、つゆをこぼさないでやってよ。火入れてあるからこぼさないでやってね。こぼさないでやってよ。うるさい、そういう声出さないで。人参もう柔らかくなりました？なったんじゃないの？わかんないけど。あら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 、ほら、なになになに、ちょっと鍋にくっついていいよ、もうずうずうしいな、まったくほんとずうずうしい。梅雨多めでいいんだよ、こんな具をめった入れなくて。お前もケチな子だな。な、何が？ほら、こぼしてるじゃねえかよ、もう。だから嫌なんだよ、こういうとこ引っ掛けるし。もういいよ、もうあんたには頼まねえよ、もう嫌だよ。ようめった増やされるんだもの。もうダメだよ、これじゃ。こういう鍋にこうやったら落ちねえんだよ。まったく恐ろしいな、何でも汚されて。もう、なんでこう入れっぱなしなの？あなたがうるさいから。頭おかしいんじゃね？頭おかしいんじゃね？あんた。あんた頭おかしいんじゃね？おかしいよ、あんた。全然頭使えないよ、あんたは。ね、お玉をね、入れっぱねっていうのは良くないよ。みんなあっちこっちこぼして、ここもこぼれてよ、ほら見て、慎吾すごいよ。ライトのところもこぼれてたんで、梅雨が。もうダメだよ、こんなの要するぐらいで。こんだけ汚す人はいないよ、ほんとだよ。誰だって少しは神経使って生きるんじゃないの？違うの？だから頭いくんで、あんたにやってもらうと。なんでもそうでしょ、少しさ、やすもっと神経使って生きて、汚さないように。もうダメだから、はっきり言って。あんたによそって、私足悪くないから自分でよそるよ。でも足が悪いから、よそれないから頼んでんだよね。頼まない方がよかったよ、自分でやった方が余分なようだよ。もうダメだよ、もうあんたに頼むともうダメだから。何でもこんな汚してダメだよ、もう。こんなね、こんなものをよするぐらいでね、こんだけ汚されたんじゃね、私用がめった増えちゃうんで、もう疲れるんで、体が悪いから。だから怒るんだよ。うるさいな。もっときちんとできなきゃダメだよ、なんでも。だってそうでしょ、雑煮をするぐらいでこんだけ用増やすんだから、普通じゃないよ。嫁さんがなんかミスしたらそれと同じぐらい今度言うから。ああ言ってもらって結構。いや、お前は配達は飲むね、マジで。それぐらい今度言い続ける。私ミス言わない、やんないから。いや、すごいミス何回もしてるやん。どういてくんない、ちょっと。ゆすぐから、汚いけど。本当はこういうんでゆすいじゃまじんだ。こういうとこだってびしょびしょじゃねえ、洗って。なんだこれ、髪の毛くっついてんだよ、ほら。あんた、これ取ってよ。あんた取ってよ。これ髪の毛取ってよ、お前がやって洗ったからだ、ね、うるさいな。もうやだよ、こういうとこに髪の毛くっつけちゃやだよ、あんた汚いからさ。おい、これもう、いや髪の毛どうすんの、これ捨てればいいじゃん。どこにうちゃるんよ、ここにゴミが。これどこまでいげねえんだよ、うちゃってくれよ、ほら。やだ、持ち合い焼けちゃうよ。もうダメだ、もうこのことやったらダメ、もう頭いころ。もう頭いころ。ほんと頭いころ。強くやったらダメなんだよ。焼けないよ、こんなに。ちょっとほら、こっちは出しっぱなしだし。あなたが出しっぱなし。もういいよ、いいよ、もういいよ。もう新ことやるわ、いや、もう。ようめった増やされんだもん。あんたがよするにさ、こうにしなきゃ髪の毛は。あんたがみんなよう増やすんじゃん、私に。違う？こんな強くしてたら焦げるよ。あんた火加減全然分かってねえんだよ。あんた何も分かんねえんだよ、人生。はっきり言って。ね、だって茶碗洗ってこんだけだよ。こんだけ水は跳ねてんだよ、ここいっぱい。
ね、ここまでね、流しに水、あの跳ね返すやつは入れよ、茶わらぐらいで。あんたもうダメだよ、何やってもクズだから。あんたダメ、どうせやろう。だってさ、よそるだけでこんな時間かかるわけだよ。こぼさなきゃこういう時間は ないわけだよ。そうでしょ。ほんでここ流し洗ってくれたんはいいけど、周りが水浸し、ほんで髪の毛くっついてる。最低だよ、人間として。バカじゃねん。あとあれじゃないの、ゆず切るんじゃないの。頭ねえね、何も、何の頭もねえね、こんだけ私におんぶやして。何の頭もないね、あなたはね。ゆずですか。ゆず入れるんじゃないの。違うの。だって今から切んの。そうだよ、切るんじゃねえよ。出しゃいいんだよ、香りに入れるだけだから。ゆず取るぐらいでなんだい。体勢的にね、ここ狭いから。これどかせよ、ほら包丁が取れねえでよ。たくクズだな、何やっても。貸して、入れるから。何がおかしい。地味っすね。何がおかしい。笑うなよ、笑う必要ねえべよ。これ怒ったよ、ここへ。はい、これでいいんだよ。これで出来上がり。あた私ちょっと本当にちょっとだね。香りだからいいんだよ。私のがまだ柔らかくなんねえ。できたー。